はい、えー。スマホをタップするときに、えー、親指で押してしまうファミコン世代の JRA のせいです。はい。えー、先週はあー4数字も前回から引っ張ったので、諦めるしかない得意な回でした。まあ今回は先週の一数字ということはないでしょう。 とあるスポットで、えー、祈願してきましたし、当てたいっす。 これは買うよっていう買い目なんですが、その前にですね、あの、本名が03ですけども、えっと、10とね、37、当初入れる予定なかったんですけど、なんか、パフォーマンスが、うん、いいのかなと。前回も出ましたけど、37なんかを引き続き、 はい。で、えー、ここらですね、ズブハと、26なんかもね、いいのかなっていう気しますよね。うん、で、で、あとは、ここね、えー、28とかも考えたんですけど、18とね、27がちょっと出てくる可能性高いかなっていう、はい。気もしますし、あとはもうここら、ここら、はい。 ま、前回が、このような形になってて、えっ、ー、と、こっちに移動するはずだろうとは思ってるんですよ。で、だけども、これ今年ね、ぇ、えー、見ていけばね、3回、3数字以上引っ張ってる回っていうのはほとんどなんですよ、これ。4数字、4数字、4数字っていうのは。あの、引っ張ってるんで、 うん。とはいえ、どれも強く押せないかなと思って33三は後押しあるんで、まあ、14とかもね、考えたんですけど、今回はちょっとそこまで手が回らないなと。逆に、これがね、パフォーマンス上がってるんで、えー、そうしたのをね、13なんかもね、えー、入れてみ、えー、ました。はい。で、まあ、計算とかね、いろいろやってるんで、自分、自分にしかわからないことなんだけど、 まあ、これで13点で、こっちも13点。まあ、39点だけ上げてきます。まあ、自分はもっと買うんだけど、えっ、ー、と、これ全部収まらなかったっすね。はい。これと、いいっすかね。39点だけ。あれ、収まんなかったな、これ。あれ、前も収まったよな。 いやちょっと収まらないですね。前なんか3つ入ったと思ったんだけど、収まらないな。まあ39点ね、あのー、入れていきます。で、全、あ、入り、入りそうで入らないね、これ。えー、まあこういう感じではい、行きたいと思います。はい。まあ自分はもっと買うんですけど、まあギリギリまでね、ちょっと予想して、ちょっと、えー、自分これから仕事なんでね、あのー、 昨日から一睡もしてなくて、ここまでギリギリまで予想して組んで、計算して、えー、まあ自分の法則っていうか、そういうのも駆使してね、で、うん、今回当たらなかったら、来週ちょっと厳しいなと思いますね、ちょっと休むかもしれないですね、わかんないですけど、軍資金的に結構使っちゃうんで、はい。 えー、そんな感じですかね。ちょっとね、あのー、まあ、あロシア情勢、ウクライナ情勢もあっての、ね、は、もう自分の夢、プーチンにぶち壊されてるんで、あの、ロード2ゥウクライナやってますけど、もうなんか怒りの当選、うん、したいなって、えー、思ってます。はい。えー、以上です。えー、これね、あのー、ちょっと解明、あのー、収まらないんで、あのー、 停止ボタンを押して静止してね、あの、ちょっと確認してもらえればと思います。まあ、縦目がね、怖いんでね、自分、そういうのは追加しようと思ってます。はい。以上です。